猫ちゃんたちの身体測定、体重測定。体重？また買った。猫ちゃんたちの。え、買ってないよ。買ってない。猫ちゃんたちのね、体重を測っていきたいと思います。あなたが抱っこして測るわけね。私が抱っこして測りますので、まずは私の体重いきましょう。猫ちゃんの体重を測るの。ママの体重を測るの。違う、ママじゃん。あ、なんでそんな微妙なんよ。50でいいよ、もう。50でいいやろ、もう。なんか携帯かなんかポケットに入れたらいい。はい、オッケーです。ちっちゃい。これやばいです、多分。はい、まずは比較的おデブちゃんではないみーちゃんいきます。おデブちゃん、いきますよ。よいしょ。 55.1 ということは、だから5キロ、 5.1 キロですね。軽い、みーちゃん軽い。え、なんで5キロが軽い。カート君はですね、ちょっぴりダイエットをしまして痩せているはずです。カート君いきましょうね。お、お、軽いで 5.9 キロ。みーちゃんよくやないか。はい、だいたい6キロやな。だいたい6キロ。いいんちゃう、別に。なあ、この子測って意味ある？かなこ、測る意味ある？くっさ。レイチェル、くさ。え、なんかと思った、おなら。俺もしたけど、おなら 2.5 キロぐらい。やべ、半分ぐらい。軽いな、赤ちゃん、赤ちゃん。はい、なんかちょっと見つけていく。一番のおデブです。めっちゃ何キロあると思う？ 6.3。 え、そんな軽い？はい、あれ、マジで。え、何キロ？ 4.8。 4.8? みーちゃんより軽い。え？え、考えられへん。みーちゃんの方が多いわ。ママ次行くで。え、びっくり。この子が一番おデブだわ。まだ言ってそんなもんがやばいんやろ。あれ、行くで。おお、 5.8 ぐらい。あれ、それが、ああ、カートが一番重いぞ、今のとこ。こうやって抱えとうから、あかん。僕普通にいる。あ、猫いっぱいおった。あ、わかった。わかったね。わかった。こいつはやばいわ。この子はやばい。この子は多分相当いっちゃってるんじゃないかな。予想7ぐらいあると思うで。いくで。緊張の一瞬です。9ってそんなもんだ、全然。はい、666。6.7 キロぐらい。重いもん。めっちゃ重い。あれ、筋肉やろうな、でもこいつは。まあな。猫ちゃん。デブだわ。デブだ。猫ちゃん。これからパパと一緒に猫ちゃんたちダイエットしていきまーす。すいません。ダイエットしよう。あんたは勉強しなさい。ダイエット。猫の標準ってどれくらいなの？え？知らん。それによるやろ。な、デブかどうかは。デブやろ。